いい走りをすることがいい走塁に変わりいいキャッチボールに変わりいいピッチングいいキャッチングそしていいバッティングに変わっていきます。でこういう送球はですね、えー、いわゆるボールが抜けた状態でこうボールがこう上にオーバースローするという、はい、い送球が変わってくると思います。 経験の浅い選手が最初にソフトボールに入る導入としてはやはり走塁が一番いいと思いますじゃあ走塁とダッシュとどう違うかそれは目線です走塁というのは何を見ているかっていう見ている順番がとても大事になってきますやはり何を見るかということをはっきりさせておくということが大事かと思います